I've been doing this for about 25 years, and I've seen a lot of upsets. Shocking. It was absolutely shocking. そのリングに立つ石田に対し、現地のスポーツメディアの声は。ここから。Fighting out of the blue corner, wearing sky blue, officially weighing 158 pounds. His professional record, 22 victories, including 7 knockouts, 6 defeats, 2 draws. He's from Osaka, Japan. Nobuhiro Ishida! And fighting out of the red corner, wearing red and official weight 158 pounds. His professional record, a perfect one. 27 fights, 27 victories, including 24 knockouts. From Austin, Texas, USA, undefeated middleweight contender, James Mandingo. カークランドの豪快な KO を見たさ、観客は大盛り。That was his last big fight before he had some law trouble and was in jail for 18 months for felony weapons possession. Something that cost him 2 years. More experienced. This one we expect fireworks.大振りでプレッシャーをかけるカークランド。正確なパンチが顎を打ち抜く。最強の男カークランドからダウンを奪った。さらに1ラウンドいきなり引いてる、引いてる、引いてる、おっしゃいけいけ、すごいロッキー見た、いけ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 、よしすごい、かませいな、噛みつく。会場から出る時も人がもう大勝負で写真撮ってくれ写真撮ってくれって、この試合はアメリカの最も権威あるボクシング専門誌でその年一番の番狂わせとされるアップセット・オブ・ザ・イヤーを受賞した。本日のメインイベント、日本ウェルター級タイトルマッチ10回戦を行います。日本ウェルター級チャンピオン、井岡魂。夢は日本人史上初の4階級制覇、名チャンピオン井岡魂防衛戦です。この試合がタイトル初挑戦、そして16連続 KO、 22年8ヶ月ぶりの日本新記録への挑戦、WBA 世界ウェルター級13位、 OPBF 東洋太平洋ウェルター級4位、カホシア牛若丸アキ。カホシア初めてのタイトル挑戦、両者の拳から火花が飛び散るような期待感が高まっています。
リングにコールが降り注いでいます。日本ウェルター級タイトルマッチ、湯葉忠対挑戦者石若丸明で、3階級制覇のチャンピオン防衛か、それとも連続 KO 記録をかけた挑戦者初タイトルか。ゴングが鳴りました。最強を決める試合、ゴングが鳴って最初に突っかけていったのはチャンピオン。挑戦者倒し合う石若丸明の右腹一戦、チャンピオンすぐさま立ち上がっています。佐藤さん、本当に目が離せない試合、はい、まずはいきなり右腹当たりました。いや本当に目が離せないですね。いきなりでしたね。いやいい角度でした。右腹、坂田さん、はい、本当に目が離せないとはもう試合前から言われていましたが、はい、何が起こるかできない。チャンピオンの右腹一戦、いきなりだ。いや、秋でダメージはありそうですね。両者1回ダウンを奪い合った第1ラウンド、まだ始まって1分も経っていません。佐藤さん、戦前の様子いろいろあったと思いますが、はい、もうこのお互い1度のダウンを奪い合ったことで全く分からなくなりましたね。いや本当に分からないですね。まさかこんなにここまで1ラウンドが激しいと。チャンピオンの左に挑戦者の右です。どのように言葉を佐藤さんからいただけばいいのか、その言葉をいただいている間に試合が終わってしまうような感じですね。いや本当にもうすごい激しい試合ですね。左ストレートチャンピオン、チャンピオンチャンピオン、挑戦者2度目のダウン、カウントが進みます。ダメか、タオルが投入された。連続 KO 記録をかけた挑戦者が KO、 初めての黒星。ベルトを守ったのは、そして最強の称号を守ったのは名チャンピオン湯葉忠。後楽園ホール総立ち、リングに人が集まっています。今のこの気合、そしてこの喜び、これがこの試合にかけている思いが表れています。30秒間でこの最強の称号を、勢いに乗る若者からと守った3階級制覇のチャンピオンです。湯葉コールが沸き起こっています。この試合は逆にダウンを奪われた後に奪い返しました。そうですね、はい。そして坂田さん、はい、あの現役の選手として今リング上で、今夜日本ミドル級頂上決戦のゴングが鳴る。日本ランキング1位、平均ジム所属、カルロス・リナです。世界王座2階級を制覇した兄ホルヘ・リナですとともに日本でボクシングキャリアを積んできた。後楽園ホールでのプロデビューからノックアウトの山を築き、11戦目でついに念願の日本王座挑戦となる。対するはランキング2位、湯葉忠。日本王座3階級を制覇し、中量級を牽引してきた実力者。この試合に勝てば前人未到の日本王座4階級制覇達成となる。豪快な KO 決着への期待がかかる日本ミドル級王座決定戦、後楽園ホールは異様な熱気。今試合開始のゴングです。一瞬も目を離すことはできません。日本ミドル級王座決定戦、チャンピオンカーニバル屈指の好カードと言われるこの試合。確かに得意ということではないんですけど、やることはやるからね。やることをやってきた、その自信がみなぎっています。相手を顎を引いてよく見据えて、ただボディーだ。ナイスボディーだ。ストレートのボディー、左ストレートを狙っていくスミスです。かつてはセレスさん、少しあの状態高かったイメージあるんですが、この試合の方はどうですか。いや思い切って打ってますよ、そして腰もかなり座ってきています。そうです、右ストレート、しかし左を返していく。さすがに返しますね、いやこのコーンホールのお客さんもどよめいています。一発一発のパンチに、ライヤー赤く染まっています。右目のあたりです、まぶたのあたり、ワンツー、左からコンビネーションもスムーズに出てきます。カルロスです。顎を3度割られながらも相手に立ち向かった、そういった実績、ハートの強さも。それとやっぱり
この試合で4階級やりたいというのがスタートから出てますよね。そうですね、気合が本当に現れてますよね。チャーリー大谷2面のまぶたのあたり、そしてアナカン左カウンター、左なおも左を当てようという暇です。そうですね、みんなですね、攻撃が雑になったところですね。そうですね、呼び込んでパンチを出してくるところに左のボディ、左ストレート、左これね、自分の選手が弱気にならないですよ。弱気にならないで、弱気に打てるかどうか。弱気になったらダメですね。自分のそのリーチを生かしたボクシングが落ち着いてくるかどうか。さあ、攻めている。ここはユバにとっては最大のチャンス。ユバも疲れたところ、よくいけますよね。いや、もうこれは4回転しても執念ですよね。そうですね、この試合に対しては左のストレートが入りました。来ました、右のパンチ。口が大きく開いて息が荒くなったリナレスです。リナレスの場合にはそんな展開です。ただ4番危ない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 。さあ、スタミナの全てをかけてパンチを放っていく。前半大笑いだったのはリナレスでした。左から右、左のフック、まあ、ユバ選手も相当も効いてますからね。いいストレート、打ち抜きました。しかし、おっと、カウンターで2人ロンドリーと倒れた。先にパンチを当てたのはミナレス。しかし、足元に来ている。まあ、この日は分かんないですよね、出るかどうか。ここまでの努力は嘘をつく。打たれた方が勝ちというよりも打たれた方が負けという状態もありますからね。はい、ちょっと強豪強いですけどね。いやー、ミナレスの方もかなり消耗しています。でも気持ちが引いたのもですよね。右だ、左右ともハードパンチを持っています。両者ノーガード。ユバがパンチを、ユバもあと一発欲しいところですけど、ユバも限界でやってるんですね。このラウンド2度目のダウンを奪ったのはこの試合は行かないと思われます。日本ミドル級王座決定戦、今の状況は一発当たれば勝ちなんですけど、打ちに行った方が打たれるという状態もまだあるんですね。カウンターも入りますからね、はい、第7ラウンドです。さあ、左アッパー、さあ、抜け取った、後ろに宝を踏む形になった。ユバタナシです。ただここまで2つダウンを奪っているのはリナルズ。バランス悪いですよ、バランス悪いですよ。大ベテラン湯葉忠が日本初の4階級制覇、夢を実現させました。いやー、あっぱれですね、よくやりましたね。2000年ライト級、2002年にスーパーライト級、2005年と2007年2度にわたってウェルター級、スーパーウェルター級のタイトルには2度挑んでダメだった男が第55代の日本ミドル級チャンピオンに輝きました。